すぎでしょ。あれが大傑作で、うん、いや私もそこすごい命かけてるっていう話で、うん、やった俺映画を作ってよかったなっていう。そうそうそう、やっぱり、ね、彼女天才だってね、絵とね、いや映画なんですよやっぱり、うんうん、なるほど、絵と音なんですよ、うん、プロデューサーってすごいですよね。すごい本当に、マジか出てくるわけでいいんじゃないかと思って、彼のあの役の作りのそののめり込み方っていうのはすごかったですよね、うん、背中に稲妻走るぐらい。この俳優とはがっちりと、やる、この監督とはやるというふうな感じ、まあ、うん、単純に言うと、ちゃんとオファーしたんだけども、なかなかちょっと手に負えない監督だったなみたいなのもあったりとかするんですか。いや、あるけども、手に負えないっていうのは、うん、やっぱりいいものを作ろうとしろっていうことですから、うんうん、それはある程度致し方ないなとは。こっちに予算の限りがあるのに、うん、まだ粘ってるみたいなのもあったりとかするわけじゃないですか、うんうん、限りとか予算内だったらね、どれだけ粘っていただいてもいいですから、予算が大幅にオーバーするってことになるとそれは困りますけど、うんうん、キャリアの浅いって言ったらおかしいですけども、あまりこう、世に出てない監督たちを、うん、ちょっと代表作を撮ってもらおうみたいな感じで、いろいろこう、作品、あ、この監督こんな作品が撮れるんだっていうふうに思う、うん、作品があるんですよ。例えば、うん、少年作られましたよね。あれ三浦大輔ね、はい、けどね、あれね、だって俺三浦大輔好きだもんだって、うん、ずっと見てたもんだって、うんうん、はい、で、あれはね、あれはあれですよ、こういうネタがありますっていうのがあった上で、うん、じゃあ実現させましょうって入った、プロジェクトです、プロジェクト作品です、はい、うん、で三浦さんの舞台はね、うん、本当にずっと見てて、いつか僕もプロデューサーとして、うん、彼と付き合いたいと思ってたし、うん、少年の前の作品、うん、あれボーイズオンザラン、あ、ボイズンだなんか、はいはい、面白かったですよね、はい、面白かったですね。あと2作目のね、裏切りの街だっけ、はい、あれも大傑作だと思って、うん、そうするとじゃあ、映画が撮れる、うん、まあ、演劇だけの人じゃない、うん、っていうふうなことを判断基準ですね、うんうんうん、あのね、舞台見たのね最初、うんうん、舞台の後に映画が決定だったから、はいはいはい、舞台すごかったんですよ、うんうん、で映画でさすがにね、うん、ここまでやらないだろうと、舞台見なかったですね、うん、映画は舞台以上だ、はあ、じゃあ今度はその、先ほど高良さんのキャスティングに言いましたけど、少年における女性陣のキャスティングもなかなか難しいじゃないですか。あれね、オーディションしましたもん。しました。しつこくリアリズムですよね、はい、求めてるのは、うん、普通に、だ要は普通の女性がやっぱり松坂君の扮したあの、ね、主人公松坂智也さんが、うん、青年でありながら、女性のオファーに応えてどん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 女性を満足させる、そう、お仕事をしてるんですよ、はいはい、で、私と付き合って一晩みたいな感じで、うん、で、最終的に、なんだろうな、ベッドを共にするもしないも、その時の次第なんだけど、うん、あれ榎並京子さんが、あ、よかったですよね、最後にね、全部持ってっちゃいましたね。うん、ね、素晴らしかったですね。うん、だから、見てほしいだけの女性がいたらば、うん、じーっと見てるだけとかいう役でもあるわけですよ。本当に女性は。そう、触らない、触らない。そう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 。そういう映画を、作るときに、女性のキャスティングは難しいだろうなって思いますよね。プラガールのときもそうだったんだけど、うん、石原さんから聞いたんですけど、はい、プロデューサーがね、うん、やっぱり、ガールズのキャスティングがやっぱり難しいと、はい、アイドルのこの顔が綺麗な容姿が綺麗な子揃えちゃうと、うん、そうだったらそういう発想いくじゃないですか、うん、でもリアルなところを感動を求めてなると、うん、やっぱりいろんな人、はい、いろんなタイプの人、はい、もちろん少年の女性たちの綺麗な人もいれば、うん、年相の魅力のある人もいるっていう、うん、いろんなバリエーション、いろんな感じの人揃えましたよね、うんうん、あれはね、かなり普通の作品より多くオーディション、うん、あ、そうですか、うん、キャスティング資料を見た覚えがあります。いや、だからそこがやっぱり目利きで、うん、だその後、うん、ぐっと売れてきた桜井由紀さんとか出てますよね、あの映画には。じゃあ男優と女優のキャスティングって言ったらば女優の方が難しい。男優はなんか逆にオファーすれば大丈夫だみたいな感じで。いや、そんな、いや、それが作品によりますね。うん、だから一緒にクリエイティブしやすい、しにくいっていうのありますか、うん、みたいな質問があったじゃないですか。うん、そういう意味で言えば、
去年やった映画で、悪の花っていう作品がありますけども。大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。主演俳優大丈夫です、ね。大丈夫です、大丈夫。伊藤健太郎くん。はい。彼は、役の取り組み姿勢は、素晴らしかった。ああ、そうですか。素晴らしかったです。うん、夜、校舎、教室を結構、荒らしてしまうシーンがあるんですけど、はい、玉城ティナさんと一緒に。はいはい、で、その黒板に、いろんな文字を書いたりとかするシーンがあるんですよ。うんうん、チョークで、ここにパーって書くんで、僕は変態じゃないって書くんですけど、うんうん、そのシーンのために、毎晩、自分のホテル、自室で、練習一人で自主トレやってたとかですね。あと、中学生の役なんですよ。うん、中学生だから、その、撮影期間中、中学生がお酒飲んじゃまずいでしょってことで、禁酒してたり、うんうん。あ、そうなんですか。そう。うん、で、あとね、最後のラストシーンで、ガソリンをかぶるシーンがあるんですけど、まあ、本当にガソリンかぶるわけじゃないですよね、うん、お水なんですけど、はい、寒いじゃないですか、うん、あれです桐生です群馬のうわ寒そう11月のね、うん、20日だからちょうど今頃、うん、今より寒いからね、うん、今年の11月って、うん、でかぶるシーンで2人でかぶるんだけど、うん、で健太郎がかぶって玉城さんかぶさるシーンなんだけど、うん、玉城さんはやっぱりね寒いからあんまり水をかけたくないってことで、うん、自分の方を多めにかぶって玉城さんの量を減らすっていうような気遣いもできる子なんですよ、うんうん、だそういうね、うん、やっぱり姿勢っていうか、うん、役作りもそうなんですけど、うん、現場をどう求める、まあ、健太郎を変わってるような話になっちゃったんだけど、うん、そういう人は本当に作品にもやっぱクオリティも出てくるし、うん、僕らは次もご一緒したいなっていうふうにちょっと思いますね、うん、じゃあ井口昇監督の、うんやりたいことを全部再現した俳優ではあるんですね。そう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 。あまりにもね、報道がちょっと偏りすぎてて、うん、これはまあ事実として僕は言っとかなきゃいけないなと思いましたので、うんうんうん、映画のこの取り組み、組んで、組みやすい役さんって何かという部分では、やっぱり伊藤健太郎君は素晴らしかったなとは思います。うんうん、なるほど、うん。まあそうでなければ、あんだけの出演作、うんで、うん、その映画出演ないですよね。ないです。本当に今やってる十二人を北悪魔 も,、うん、もう公開中ですから、うん、なんかその、あの報道を全く鵜呑みにはやっぱりできないなというふうに思いますね、うん。こんだけいろいろ企画を考えなきゃいけないから、うん、例えば東宝の映画、松竹の映画、うん、他社の映画、やっぱり見まくるもんなんですか、プロデューサーとして。うんヒットする映画は一人が見ますよ、うん、やっぱり見ますなんでヒットしてんだって、うん、それは、うん、じゃあそれはアニメでも行きますよ確認ですね、うんうん、確認です確認です、うん、鬼滅だって初日行きましたもん、はいうん、じゃあヒット行きますよ自分の仕事として、ヒットしてる要因を探りに行くという、うん、ダメな映画を見に行きます、うん、ヒットしないなんでヒットいや時々本当に大ボケしちゃうっていうか、うん、まあ最近、まあ、あんまり、まあね、そういうダメだったやつも、どこがダメか、うん、確認しに行ったりしますけど、うんうんうんまあ、そうでないと、やっぱり、なんかよく、映画業界人で、監督であるでも、人の映画だとか、うん、他社の作品だとか、うん、あんま見ないでとかいうふうに、うん、まあ忙しいから見れなくなるっていうふうなのもあるんですけども、うんうんうん見ないのかなというふうに思ってプロデューサーとしてやっぱり見とかなきゃっていうふうに思いますよね、うん、時間がないっていうことで、うん、見ないっていう人もいると思うんですけど、うん、もっとやることあるし、うん、本も読まなきゃいけないしっていうか、はいはい、ただ中村義弘監督がね、うん、よく言ったのは、うん、新しいもの見ないとダメよって新しい表現できないからねって、うんうん、だから絶えず映画表現ってやっぱり時代時代に変わってくるじゃないですか、はいはいはいうんだからそれは皆さん見てくださいっていうふうに昔言われました、うんうん、だから新しいもの洋画もそうですし、うん、努めてやっぱり新しいものは、うん、ヒットしてるのを、うんうん、見るようにはしてますけども、うん、ただ嫌ですよねなんか仕事で見るような感じでそう、うん、そこは寂しいですよね多分、プロデューサー業を始めて20年先ほど言われましたけど、うん、20年間本当に映画を心底楽しんで見て、うんうんないと思うんですよ、うん、なんか本当にプロデューサーとして見てるのかなってすごい印象を受けました、うんうん、本屋行ってもさ、はい、あれなのよ映画になるかどうかでさ、うん、やっぱり見ちゃうのよねなんか帯とかにあこれちょっと予算かかりそうだと思うそうそう
だから、うん、私もこの、映像パッケージ業界に入ってからもう30年なんですけど、うんうん、この作品ってなんて DVD になったら売れるかな、うん、自分の評価はすごい高いんだけど、うん、これはパッケージ売れねえだろうなとか、そんな判断基準でどっか頭の中あるから、本当に心底楽しんでないかもしれないっていうふうにずっと抱えてますよ。昔、うん、大学の時にレンタルビデオでバイトしてて、うん、で永田義弘コーナーって持ってたんですよ、はいはいはい、棚、うん、なるほど、回転しないんですよ自分の好きにするから田舎のレンタルビデオですから、うん、もっとベタなんですよ、分かりやすいんですよ、寅さんなんですよ、人間の戦いとかダメなんですよね。いやだからそれはある程度許されるんだったらそれでもいいかもしれないですけども、うんうん、でもずっとそれをどっかで抱えてて、見てるってことは心底ピュアで学生時代だったように楽しんで見てないかもしれないですね。でも確かに一種の職業病じゃないですけど、でもやっぱり私もこう看護の道を進んでる身として、うん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 、やっぱそういうシーンとかそういう映画を見ると、うん、やっぱりあ今こういうことしてるから今後こうなるような、うんうん、こういう動きが出てくるのかなって、やっぱそういう考え方どうしても持っちゃいますね、うん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 、そういう持ち方なのかなっていうのをちょっと話聞きながら。あ、なるほど、はい、でもね、コロナでさ、巣ごもりで、ちょっとね、黒沢さんのね、黒沢明監督の、ヨーデル天使までの作品をもう一回見直そうと、うん、ヨーデル天使行こうって結構何回も見てるんですよ、うん、前って、うん、意外と一回スッと流しちゃってるから、はいはい、うん、だから酔いどれ天使から三船さんとの、そう、あれが始まります、うんうんうん、それ以前ですよね、うん、やっぱりカラーっていうか、うん、彼のカラーがまだ定まってない時ってやっぱり面白いですね、うん、なんか、うん、なんだからあれ一番美しくって、はい、軍事工業の、はい、あれ本当あれ、はい、フラワールみたいな話なんですね、あれ本当慌てて見ると黒澤明監督が若かりし頃、うん、まあ、一番最初は姿三四郎という映画からデビューしたんだけども、すごくその、パーソナルな、うん、まあ、一番私好きなのは素晴らしき休日ですね。いいですよね、最後、うん、公演で公演のコンサート、はい、いいですよね。なんでドキュメンタリータッチなんですよね、うん、だから予算もかけられないし、うん、まあ、ロケして、うん、戦後の街中をずっと、うん、散歩させるような映画なんですよ、うん、それだけでも映画になるということが、ね、うん、証明したと思いますね、うんうん、二人ぼっちってそういう話ですよね。あ、そうか、素晴らしい日曜日みたいな話ですよね、はいはいはい、今ふと思い出しました、うん、あれも面白かったんですけど、うんうん、面白かったと思うのがあって、どっか自分に重ね合わせてみてるというのは美術スタッフの決勝ですね。決勝ですね。予算なかったですか。次の企画動き始めてます。カトルシネマご覧いただきありがとうございます。カトルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。